本日本当あのたくさんお越しいただきましてありがとうございます。まあよく言われる話なんですけども、若い時っていうのは本当無限に時間があるように思っているんですが、あの年とともに先ほどのご紹介にもあったように非常に忙しくなっている。忙しくなるっていうのはとにかく時間の経つのが早くなるっていうことじゃないですか。あっという間にあの、今日はもう最初に まだ考えてみると、やることが残ってるんじゃないかなと思いますし、あの時もう少し違う面とか実験しておけばよかったなとか、ちょっと突っ込んで解決してよかったかなとか、論文にするのできなかったかなとか、なんかあのいろんな後悔ばっかり先に立ってるんですけれども、まあ、ただあの今日たくさんお越しいただいて、まあ、大体みんな皆さん知っている方ばっかりなんですけど、あのお越しいただいて、まあまあちょっと終わればかなという気がするんですけど、ありがとうございます。で、今日はそういうことでですね、こういうタイトルでやらせていただきます。まあ、あの大体こんな具合 で最初自己紹介すいません、天王寺高校を卒業しまして、で先ほど言われたようなあの、機械工学、まあ、機械系工学科ですね。で、じゃんけんで機械工学第2学科に進んだんです。先頭の人のじゃんけん、僕のじゃんけんではなくて。実際そうなんですよ、当時は。で、あの卒論の、まあ、研究でですね、先ほどもご紹介あった池上先生、池上教授の、あ、教授じゃない、当時の教授なんです。池上先生のところに行って、それがまあなんか水素エンジンっていうことが書いてあったから、まあ面白そうかなと思って、で行って、まあこういう研究しました。それで、その後まあ修士で同じような継続してですね、水素ディーゼル燃焼の研究っていうのが書いてあります。で、まあその後その他出て、で助手で教授で教授というふうにあの進んできたわけですけれども、当時どういう感じがあったかなと思って、うん、まあ、特にエンジンですので、あの自動車に対するあの関係が強く、ね、これはあの日本のモータリゼーションなんですけれども、昭和25年からかね、で私もまだ生まれる前ですけど、でちょうど生まれた頃にわっとこう自動車が日本で、これ日本です、年間の生産台数がわっとこう増えてきたと。でちょうどこの増えてきてる、ここにオイルショックがあるんですね、第一次第二次で、それにの影響であの生産台数もちょこっとこう42次の生産の合計のデモがこう戻るんですけども、まああのわっとこう上がっている時期に研究をスタートしたと。で、これがものすごく大きなあのことなんですけども、あの私の研究にとっては。で、そうこうしている間に、ここに排ガス規制実施となってますね。で、この辺で53年規制、これが日本版のスキー法と呼ばれているあの排ガス規制なんですけど、ちょうどそのだから公害問題っていうかな、あの外気にその車の排ガスが、かなり悪影響してるんじゃないかということを言われ始めた。ささやき始められた。でそれがまあ、あのご承知のようにこういういろんな自動車公害訴訟、天王寺とか名古屋とか東京とかこういうようなとこであの訴訟があり、でこれ全部国が敗訴しましたけれども、まあ、こういうようなあの時期なんで、ちょうどこうバーッとこう天井知らずで登ってたんですけれども、ここはこれで保有台数がまあ6000万台だったんですけどね、日本の車の方で。で、ここでバブルが崩壊しまして、で、ゴーッと落ち込んで、で、まあ、ちょっとこう、なんとか頑張って持ち直してるなっていうところで、ちょうどエネルギー化研究科が創設されて、で、まあ、今、あの、そういうところに至ってるわけですけども、まあ、エネ科に入ったから、あの、研究の内容が変わったということではないんですけども、まあ、とにかくこういうあの社会的な流れがある中で、その、まあ、あの、まあ、後でご紹介しますけれども、別に車のエンジンだけやってるんではありませんが、
特に、まあ、しかもエンジンだけやってるやってたわけではないんですけども、まあ、やっぱ車のエンジンが圧倒的にダイソー多いですよね。だからこの影響っていうのはすごく大きいということでした。